どうも皆さんこんにちは、簡単アクリル教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、新企画動画のスタートでございます。どんな新企画かというと、ちょっと、あと数ヶ月前の、ガズレレと G ラボのウクレレ販売と予約のお知らせだよっていう時から加わった、企画なんですけど、セミオーダーウクレレ、この G ラボの G オーダーを、これをですね、オーダーしていただいた方でご希望があれば、ベトナムから、モジャ君の手から離れて日本に来た際に、オーダーしてくれたお客様の手に渡る前にですね、私ガズが試走して、その、なんていうのかな、レビューをすると、はい、テスト試走をしてですね、皆さんにもその、セミオーダーの出来栄えをシェアしようじゃないかと。それもしご希望があればということで、お希望をしてくださった方がいました。YG さん、オーダーしていただきましてありがとうございます。今回第1弾なんですけど、早速、今回 G オーダーしてくれたウクレレを皆さんにご紹介していただきたいと思います。そしてちょっとその前にお知らせなんですけど、ただいまちょうどいいタイミングなことにですね、ガズレレ G ラボのウクレレたち、販売と予約受付期間中です。G オーダー受け付けてくださ、受付をしてくださった方で、ご希望があればこんな感じで、ね、YouTube で皆さんでお出してくれるウクレレをですね、紹介したいと思いますのでね、ぜひよろしくお願いします。G ラボのウクレレのこと概要欄に貼っておきます。じゃあ見ていきましょう。はい、これ届いたばっかりです、我が家。よいしょ。こんな立派な段ボールで届きますよ。はい。これをちょっと開けまして、こんな風に入ってますね。はい。これ、ユーザー登録カードと、こうね、こうカタログみたいなのも入ってますんで、これもチェックしておいてください。そして、ウクレレですけど、ハードケースです。このハードケースがすごいいいんです。見てください。この、かっこいい感じ。はい、ですね。いいでしょう、このケース。このハードケースだけでもかなり、価値高めですよね。はい。じゃあ見ていこうと思うんですけど、この大きさだと、これはソプラノウクレレですね、この大きさは。はい。じゃあ皆さん、ちょっと私もまだ見てないんです。見ていこうと思います。開けますよ、と。いきまーす。デリ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 ドーン。おっと、明るい色。これは、スプルースですね。すごい感じ。ちょっと今ね、ここにあるスペックを紹介します。どの辺がですね、レギュラーライト違うかというと、もちろんこのトップの表面の木材、これスプルースという木でございましてですね、あ、ちょっとそっち向けようかな、どうせだったら皆さんに見えるよ。はい。スプルースという素材が使われてていて、これフォークギターとかアコースティックギターではね、すごくポピュラーなんですけど、ウクレレでは結構珍しいですね。はい。で、すごい綺麗な木目なんですけど、はい、ここちょっと見てください。ここ木目が入ってるんですけど、これはですね、悪いわけじゃなくて、このスプルースというか、この明るい木にとってはすごい価値のある、ベアクローという、木目だよということで、モジャさんからですね、G ラボウクレレビルダーのモジャさんからもレポートで出てまして、いただいてまして、この後モジャ君からそのことについての動画もね、ちょっと貼っつけとくんですけど、ひとまず見てください。すごい綺麗じゃない?あと塗装がですね、こう、艶あり塗装、美しい塗装ですね。はい。そして、ポジションマークをちょっと見てもらうと、ほら、通常はこれ木材のね、ポジションマークなんですけど、これ今回アバロンガイって言ってちょっと豪華な。どうですかこの輝き。太陽にかざすとね、なおさらちょっと明るいところだとわかると思うんですけど、はい。こういう風になっていたりとか、ちょっとね、随所に、通常の、薄レレとは違うところがあります。ちなみに通常の薄レレをちょっとここにあるんで、比べてみましょう。はい。これが、コゼハニーさんの薄レレ。これがね、レギュラーのやつなんですけど、塗装の感じとかね、感じだいぶ違いますよね、ポジションマークとか。やっぱり、ちょっとこっちの方が、ラグジュアリー感があると言いますか。ヘッドの感じが見るとわかるよね。塗装があるなしでだいぶ雰囲気が変わってきます。はい。すごいね。で、サイドとバックは、マホガニーという木でございましてですね。もういいですよ、これは。ちょっとこれね、いい感じです。薄レレで。そして、YG さんのオーダーでは、ピックアップが付いてないパターンですね。これね、もじゃくんの設計なんですけど、この薄レレめちゃくちゃこんな薄いのにめちゃくちゃ音響くんですよ。ちょっと弾いてみましょう、せっかくの。チューニングをですね、一応合わせておきましょう。こう、発送するときってチューニングちょっとね、緩めるのがまあ、あれなんで、一応は確認して、うん。よし、合いました。もうチューニングしてる時からなんかいい音だなって感じはしますけどね。弾いてみましょう。いい音だ。
いいですね。ちょっと思わず今入っちゃいました、ゾーンに。めっちゃいいです。弾き心地最高で、このちっちゃいボディからこう溢れ出んばかりの響きの良さです。最高です、これ。YG さん、これいいですよ。このスプルーストップっていうのは結構この色のね、タイプ珍しいんでね、いいセレクションだと思います。そして可愛らしいな。ちょっと塗装がやっぱりね、艶があってね、高級感もあるし、これ、大切に育てていただければと思います。そしてここのね、ベアクローのことなんですけど、これすごくね、いいことだということで、もじゃくんからの動画、ちょっとこの後、見ておいてください。はい、どうぞ。このウクレレの、トップに関してですけど、トップ今回、ベアクローが少し入ってますね。で、ベアクローっていうのが、木の一種なんですけど、どちらかといったら、それが全面に、まんべんなく入っているというものは、高額で取引されているような、昔、本当大昔ですね、100年以上前なんかではあまり使われなかったんですけど、最近ここ数十年前から、まあ、希少な、ところだし、まあ、綺麗ということで、高額で取引されるような、ところになります。はい。なので、まあ、とても珍しい、そんな、ものになります。はい。以上になります。いかがだったでしょうか？はい。このウクレレ、ちょっとガズさんもびっくり。セミオーダー、Gオーダー、セミオーダーウクレレ。このクオリティの高さ、皆さん、感じ取っていただけるでしょうか？はい。YG さん、これマジで良かったですね。はい。これお届けしますんで、大切に弾いていただいて、育ててくださいね。まだできたばっかりより、だんだん弾いていって、よりいい音になってきますから。ガズレレ、Gラボのウクレレは、育って、一緒に育てていく。一緒に成長していくウクレレでございますね。はい。よろしくお願いします。さあ、皆さん、そういうことでですね、G ラボではですね、セミオーダーウクレレ受け付けてますからね、G オーダー、いろんなこと選べて、世界に一本のウクレレですからね、だいぶいい感じだと思います。また、こんな感じで、G オーダー受けてくれた人のご希望があれば、レビューしていきますんでですね、お楽しみにお待ちください。今回は YG さんのオーダーしていただいた、スプルーストップのウクレレ、ソプラノウクレレ、ウスレレのご紹介でした。それでは皆さん、概要欄にね、ウクレレのことチェックしておいてくださいね。よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。